皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。今回のレッスンは5ヤードのアプローチを制するものはスイングを、全てのスイングを制するということですね。やっていきたいと思います。5ヤードのアプローチを重要視しているのはですね、このインパクトゾーンの動きなんですけども、この動きに関しては基本的に全てのクラブ同じと考えてください。ここでですね、どうしても飛ばしたいクラブだと手を返してしまったりとか、ここからスピードを上げてガンと打ってしまうような動きっていうのは NG になります。5ヤードの時にですね、そんなインパクトに力を入れようとかヘッドを走らせようなんて考える必要はなく、ただこの構えているこの角度のままリズムを一定にして取っていきます。もう一度いきます。これが5ヤードの正しい打ち方です。手首の固定しながら体を回すといった形です。この時に手先でこうやって打って実際に成功していてもこの動きではダメです。この形をキープして、そして体が回せているかどうか、これが非常になってきます。はい、それでですね、この今見ていただいたこの形、体で回すという形ですね。この形でスイングをしているんですけども、大事になってくるのは方向性、もちろん大事になってきます。5ヤードの方向性がずれれば、100ヤード先また200ヤード先というのは確実にこの5ヤードよりも幅大きく左右にブレが生じていると思います。この5ヤードというのはですね、あくまでもストレートラインに入ってストレートラインからダウンスイングを入れていく、これが絶対的に必要になってきます。例えばこの構えたポジションから軽くインサイドから入ってしまえばボールは右に飛んでいきます。また構えたポジション、ストレートラインよりもアウトサイドから入ってきてしまえばボールは左に打ち出すことになります。ここでですね、5ヤードとにかくまっすぐ自分が思ったところに落とせるかどうか、これをですねひたすら練習していきます。まっすぐで、たまにですね、こう自分で今のこの構え何も変えずに右側に打ち出してみようかなと思ってですね、右側に打ち出すような練習もしてみてください。そうすることでこのインパクトゾーンの修正っていうかですね、インパクトゾーンのこの自分なりに修正ができるようになってきます。ボールが左打ち出してるなと思ったらですね、あ、少しインサイドから入ってきているのかなとかですね、左に打ち出したらアウトサイドから入っているのかなっていうのをですね感じることができますので、一度ストレートに打つ練習をしてから右左と打ち分けてみてください。今左です。同じ構えから打ち分けていきます。次はストレートといった形でですね、左右への打ち分け、そしてセンターの狙った場所への打ち出しできているかどうか、この5ヤードですね確認をしてみてください。手首を使っていては、安定しません。体のターン、そしてスイングの軌道をストレートに入れること、これをですね心がけながら練習をしてみてください。この5ヤードが精度上がってくればスイング全体的にバランスが良くなり、方向性が抜群に安定してきます。それでは本日のレッスンも以上で終了とさせていただきます。最後までご覧いただきありがとうございました。